はい、三陸黒アワビが入りました。今元水地元のその海水で、来たやつを譲ってもらったんですが、やっぱりね貝の形等々ね、100% ではないですね。やっぱり今一番夏のこの時期は魚が少ないです。その中で、このアワビを 100% に持っていきたいと思います。その下処理をしていきます。この黒アワビ完璧なんですよ。完璧なね、今これ冷たく開いてるんで、これ反応してないだけでパッと反応し始めますから、間もなくで、これをね貝むきで、剥いて、そして内臓を取りと、基本的な下処理作業をしていきます。こっちもね貝むきで、剥いていきます。剥いてパッと剥けますね。やっぱりこれまあね、鮮度的には問題ないんですよ。微妙なそのこう止めてる日数ですよね。アワビって、ね、すぐに出荷もダメだし、置きすぎてもダメなんですよ。その辺の微妙なところのね、塩梅がね、やっぱり在庫調整があるんでね、1日2日ずれてるっていうのは、この 100% にならないっていう風な、理由なんですが、その中で、今基本的な作業をしていき、ここは肝は肝でまた使うので、外しています。ここからですね、このアワビをもう少し締め込みたいのと、形を整えていきたいというので、塩をねガスッと入れます。この塩をねガツッと入れることによって、すごく身がしっかりとしていきます。そして同時にね、ゴミも取れちゃうのと、形もね水分が抜けて形も整います。少しね、変な言い方で抜けた形してるんで、それをきちっとねビシッとこうアワビっていう感じの、形にしていきたいんで、刺身でする時もやっぱりね、切り抜くんですよ。ピシャッとしたものってないとね、なかなか切り抜くんで、これよーく洗い、よーく水洗いして、塩を入れた分の味は抜いていきます。塩はね味的には入らない。これで、塩抜き終わって完璧ですね。でここまで綺麗にきちっとやれば、これで完璧な 100% 状態になりました。早速ねいい刺身を引けると思います。